お疲れ様です。小道具です。今週は京都、大阪、博多、佐賀、山口と怒涛の出張ツアーを強行しております。先週の金曜日の夜に東京の自宅に戻って、また日曜日から出かける。調子に乗って少々詰め込みすぎたと思っていますが、ここは気合で乗り切るしかないですね。前々回の出張で大阪に寄った時に、視聴者さんに教えていただいたペレペンナナンバシティ店に立ち寄ってみました。ペレペンナはダイヤモンド株式会社が運営するショップです。ダイヤモンドは欧米を中心とした高級筆記具ブランドを輸入販売している。1948年創業の老舗です。その時は時間がなかったのと、出張カバンがパンパンで荷物が増やせなかったので、店内を見て回っていくつかペンを持たせてもらうだけで店を後にしましたが、次回訪問時には何かお迎えできればと思っています。さて、今回紹介するのはこちら、エスターブルックのボールペンです。エスターブルックはアメリカのペンブランド。1858年イギリスからアメリカに移民してきた起業家リチャード・エスターブルックが、エスターブルックペンカンパニーという商標でニュージャージー州のカムデンに設立したペンカンパニー。やがて世界で最も大きく最も愛されるペンメーカーの一つになりました。最盛期にはエスターブルックは600人の従業員を抱える米国最大の筆記具メーカーでした。アメリカの歴史の多くはエスターブルックのペンで作られてきました。第16代アメリカ合衆国大統領のエイブラハム・リンカーンや第36代大統領リンドン・ B ・ジョンソンはエスターブルックのペンを使って法律に署名したとあります。第35代大統領のジョン・ F ・ケネディは、人間を月から安全に地球に帰還させることを約束する文書に署名したとあります。エスターブルックは19世紀から20世紀にかけてアメリカのビジネスパーソンや政治家たちに愛用された名門ペンメーカーでした。しかし1960年代後半から徐々に市場の競争力を失い、経営が立ち行かなくなり、1971年に廃業しました。2014年ハーペンブランドホールディングスがエスターブルックのブランド名の権利を取得したことで、創業の地から北へ120マイル、ニューヨーク州ミネオラでエスターブルックブランドが復活します。公式には2018年復活と書かれています。エスターブルックのペンはミネオラのケンロインダストリーズがブランド戦略、マーケティング及び販売を担当しています。ケンロインダストリーズはアウロラ、モンテグラッパ、ピニンファリーナなどのブランドの販売代理店もしています。さあ、それでは化粧箱を見ていきましょう。クラシカルな化粧箱、ノスタルジーを感じますね。エスターブルックエスタブリッシュと1858年、リボーン2018年、1858年創業、2018年復活。 The right pen for the way you write、 あなたにぴったりのペンをって感じでしょうか。こちらがエスターブルックのブランドロゴ、アメリカズオリジナルリボーン。エスターブルックはアメリカのオリジナルを名乗っていますが、アメリカ最古の筆記具ブランドは1846年創業のクロスです。ちなみにパーカーは1888年、シェーファーは1912年の創業です。それでは開けてみましょう。このタイプのボックスは開けにくいんですよね。インクボックスオープナーなどを使うとボックスを破損せずに安全に開けることができます。私は持っていないんですけどね。なので代用品を使います。それでは外箱から化粧箱を取り出します。こちらがエスターブルックの化粧箱。布で覆われたとても可愛いパッケージ。
ギフトにも良さそうですね。化粧箱のフラップは磁石で留められています。それでは開けてみましょう。オープン。アメリカズオリジナルリボーンの印字。こちらは品質保証書。そしてキングダムノートの保証延長サービスカード。メーカー保証の期間終了日からさらに1年間の延長保証がついています。そしてこれは何でしょう？かわいいサイズの封筒。Scan to activate your pen。これはユーザー登録を促してメーカー保証を有効にするためのものですね。このボックスがスリムなのでペンを取り出しやすいように広く開くように設計してあるんだと思います。ではペンを取り出します。改めまして今回紹介するのはこちら、エスターブルックの ST。 色はヌーボブルーです。価格は税込み24,200円。ST のカラーバリエーションはスカーレット GT、トートイス GT、コバルトブルー GT、ヌーボブルー GT、そしてシーグラス CT があります。どれも美しいペンです。高級ボールペンのお店に行くと、ひときわ美しい軸のペンが陳列されているのが目につきます。そのうちの一つがエスターブルックです。美しい。サイズ感も私の好みです。それではデザインを見ていきましょう。口金はストレートかと思いきや、かすかにカーブを描いています。フランスの19世紀を彩ったアール・ヌーボーを代表する芸術家アルフォンス・ミューシャからインスピレーションを受けたヌーボーブルーの軸。複雑な色合いを織りなす柄。軸はアクリル樹脂です。ところどころ光を反射するかけらが織り込まれています。最初に日中撮影したんですけど、カーテンを閉めても軸に光が当たって、いろいろと映り込んでしまうので、夜に撮影し直しています。できるだけベストな美しさを共有したい、と思うわけです。トリムに合わせてゴールドで刻印されたエスターブルックの文字。キャップリングはありません。軸を惜しみなく見せつけるスタイルかな。シンプルすぎるゴールドのクリップ。こちらも軸の美しさと全体のすっきりしたフォルムを邪魔しないようにデザインされているんじゃないかと思います。やっぱりこのペンの主役は美しい軸なんでしょうね。潔いくらい余計な装飾が一切ありません。クリップはどちらかというと少し固め。クリップリングはありません。シュッと細くなるキャップトップ。ペン先側とのシンメトリーな印象を与えます。シンプルなデザイン。国産のボールペンではあまり見ないフォルムですね。あえて言うならパイロットの国運でしょうか。それにしても美しいペンです。いやー、夜の撮影は正解でした。ペンの美しさが際立ちます。それではスペックを見てみましょう。まずは重量から。重量は 27.2g。アクリル軸にしては重みがあります。それでは長さを計測します。ペン先を出した状態での長さは 147.8mm。 おお、やや長め。そしてペンの太さ、軸径を測ります。グリップ位置の軸径は 12.3mm。 意外と太軸ですよ。高級ボールペンの標準的な太さは 10mm 前後です。 12mm を超えると太軸です。キャップの径は
14.4mm、 全体的に大柄なボールペンですね。とても持ちやすく好みのサイズです。では重心の位置を見てみましょう。エスターブルック ST の重心はペン先から73ミリの位置にあります。ほぼペンの中央ですね。高級ボールペンの中で73ミリの重心は低い方だと思います。グリップするとこの辺り、ちょうど指の輪の真ん中に重心がきます。ペンの重さがグリップする手や指に分散されてとてもバランスよく感じます。アクリル樹脂の軸のしっとり感もあり、しっくりくる持ち心地、筆記がとても楽しみです。エスターブルック ST はツイスト式ボールペン、軸を回転させてペン先を繰り出します。軽快なロック音とリリース音、このリリース音はユニークですね。回転は適度な重みがあります。もちろんスムーズに回転します。ロックを解除すると自動的にペン先を収納します。それではインクリフィルを見てみましょう。回転させるとジョリジョリと音がしますが、高級感を損なう感じではなく、不快な音ではないですね。締結部は両側とも金属です。そしてインクリフィルは国際標準の G2 タイプ、油性インクです。それでは元に戻します。ジョリジョリと音がします。しっかりとしたツイストフィール、この感覚はイタリアのボールペンに近いと感じます。アメリカブランドではちょっと珍しいツイスト感です。いやー、美しい軸ですね。店舗に足を運ぶたびにいつかお迎えしたいと思っていたんですよ。簡単に手を出せる価格ではないですからね。あとはアウロラのオプティマやレオナルドのフローレの軸も美しくて魅力的なので、いつかお迎えしたいと考えています。ただオプティマはちょっと小さいかな。とにかくようやくお迎えができて感慨深いです。さあ、それでは筆記してみましょう。不死鳥のように蘇ったアメリカの原点といえるペンブランド、エスターブルックの ST ヌーボーブルーボールペンです。アクリルの樹脂は指の吸い付きがいいですね。 12.3mm の太めのグリップと 27.2g の程よい重さに胸が高まります。かなり好みのサイズです。ペン先から 73mm の位置にある重心はバランスが良く、手の中で安定感が素晴らしいです。私の持ち方にはぴったりですね。しかも大好きなねっとり系油性インク、滑らかな書き味、そしてソリッドな書き心地、ちょっと想像以上に私の好みに合ったボールペンですよ。筆圧のコントロールで線の太さを変えることができます。これぞ従来型ねっとり油性インクの醍醐味。文字に表情をつけることができますし、私の場合水性インク、ゲルインク、低粘度油性インクで書いた時には自分の字がしっくりこないんですよ。いつも以上に下手になるというか、ごまかしが効かないんでしょうね。
このインクは好みです。何よりも手元を彩るこの美しい軸、筆記をしていて気分が上がります。この軸はアクリル樹脂なんですけど、フレーク状のアクリルをカットして硬化させて、軸を回転させながら磨き上げて仕上げてあります。1940年代から1960年代の古き良きアメリカを代表する筆記具ブランドがまたこのようにして復活し、私たちが手に取って楽しむことができるようになったのはありがたいです。レトロな雰囲気の化粧箱も当時のアメリカを象徴しているようですね。エスターブルックは万年筆ファンの間ではコレクターもいるほど人気のブランドなんですが、ボールペンを持っている方にはお会いしたことがありません。 YouTube や他の SNS でも見かけないですね。個人的にはこういうブランドが大好きです。ではペン先のガタつきを見てみましょう。ガタつきません。全然ガタつきませんね。こうして指でペン先を動かしても微動だにしません。この個体だけなのか分かりませんが、めっちゃ精度がいいですね。このペンはどうやら台湾の工場で作っているようです。素晴らしい。台湾も今は筆記具が熱いですよね。スイスビー、IWI、アントウ、他にも有名なブランドがたくさんあります。台湾は昔からヨーロッパやアメリカブランドのペンの OEM をやっていた工場がたくさんあって、そのうち何社かは自社ブランドを始めています。昔は台湾といえば低価格の商品を提供する国として知られていましたが、今では高品質な製品で国際的に競争力があるブランドも多数存在しています。さて、ようやくお迎えすることができたエスターブルックの ST、 期待を上回る好みのペンでした。スーツの胸ポケットに忍ばせて出かけて、人前で取り出してメモを取る、誰に見られるわけでもないんですけど気持ちが高まります。このねっとり油性インクのぬるっとした書き心地がすごく感性に訴えてくるんですよ。ボール径は 0.7mm。 このインクリフィル、価格は税込み1100円、先日紹介したズームの替え芯は300円ですからね、3倍以上の価格差があります。舶来ボールペンあるあるなんですけど、1100円は高えよという方や、低粘度油性インクの方が断然好きという方、ご安心ください。 G2 タイプのリフィルですから、ジェットストリームなど国産のインクリフィルに交換することで好みの書き味にカスタマイズしたり、ランニングコストを抑えることもできます。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。このチャンネルでは私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介しています。高級ボールペンに興味のある方はぜひぜひチャンネル登録をお願いします。気軽にコメントを残していただけると嬉しいです。皆様からのコメントは動画制作の励みになっています。いただいたコメントにはすべてお返事いたします。できたら高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。